家のそばにファミレスができるそうです。家のそばにファミレスができるそうです。夕方に雨が降るそうです。夕方に雨が降るそうです。あの犬は10歳だそうです。あの犬は10歳だそうです。入学試験は難しいそうです。入学試験は難しいそうです。彼女のドレスは高かったそうです。彼女のドレスは高かったそうです。母はイギリスに留学したそうです。母はイギリスに留学したそうです。そのクラブは入会金を要求するそうです。そのクラブは入会金を要求するそうです。この森は立ち入り禁止だそうです。この森は立ち入り禁止だそうです。この部屋は貸し切りだそうです。この部屋は貸し切りだそうです。この駅の周りは危険だそうです。この駅の周りは危険だそうです。あの女優は来月結婚するそうです。あの女優は来月結婚するそうです。